お母さん、うちにはたくさんのお塩があるね。どうして？全部種類が違うのよ。これは岩塩、これは海塩、これはハーブソルト、これは藻塩。味が違うの？うん、そうよ。お母さん、なぜか調味料好きなのよね。特に塩はいろんな種類を集めちゃう。このピンク色の粒のお塩好き。宝石みたい。ヒマラヤピンク岩塩ね。ほんと、まるで天然石だわ。綺麗だね。自然の中で生まれた塩だから、何か大きなエネルギーを持っているような気がしない？そうだね。ちょっと舐めちゃおう。しょっぱ！思った通りしょっぱ！ミネラルも豊富よ。あ、花子、今日はお塩のこんなお話はどう？溶けた森塩。俺は足を怪我して入院したことがあった。その時の話だ。別の病室の人と仲良くなって、消灯後に喫煙所で話をしていたんだ。ああ、部屋帰りたくねえ。誰か気の合わない奴が病室にいるの？いや、そんなこともないよ。ただじいさんがさ。確かに年寄りって気難しい人いるよな。いや、生きてるじいさんならどうでもいいんだ。は？よくよく聞くと話はこうだ。消灯後、喫煙所から部屋に戻ろうとエレベーターを出て病室前の廊下に出ると、暗い廊下におじいさんが一人入り口の前でぼーっと突っ立っていた。ボケちゃってるのかな。邪魔だな。すみません、通りたいんですけど。何も反応がないじいさん。どいてくださいと言ってもやっぱり無視。強引に通るしかないなと思って体をこじ入れようとしたら、すっと無抵抗で通れたんだと。え？振り返るとそのじいさん無表情で彼の顔を見てる。というか彼の頭のもっと後ろを見てる感じだったそうだ。やばい。急いで自分のベッドの布団に潜り込んでブルブル震えてたんだって。そして朝が来て、看護師さんが検温に来た時、彼は聞いた。ここっておじいさんいるよね。ああ、見ちゃった。あなた見えちゃう人なんだ。それで現在に至るらしい。だんだんさ、じいさん近づいてきてるんだよ。昨日の夜中トイレに起きたら俺のベッドの脇に立ってるんだよね。今日はどうなるか考えると病室戻りたくないんだよ。とりあえず盛り塩してみたら、お清めの効果があるって言うし。そして彼と一緒に彼の病室の前まで行った。いる？いや、もう廊下にはいないよ。いるとしたら窓際だな。今日は出ない日かも。なんだよ、作り話かよ。塩を置いておけばいいの？お前塩なんか持ってるの？この間彼女に持ってきてもらった。じゃあ皿に入れておけばいいんじゃないかな。そんな会話をして俺は自分の病室に帰った。そして次の日の朝、喫煙所に彼が青い顔をしてやってきた。やばかったよ。枕元に塩を置いて寝たんだ。で、夢を見た。夢の中で古いわらぶき屋根の大きい民家の前にいた。玄関を入ると大きな土間、畳敷きの部屋があって、その向こうの障子が閉まっていた。その障子を開けて進むと、四方が障子で区切られた部屋だった。また奥へ進むと同じように四方が障子の部屋で、その奥へ入ったら突き当たりは大きな仏壇のある部屋だった。右手が障子、左手も障子。左手は嫌な感じがして自分は右手に行きたかったんだ。どうしても右手に行きたいんだけど、なぜか体が引っ張られるように左へ行ってしまう。嫌だ、右に行くって叫んでも強い力で左へ行かされて、とうとう左の障子を開けちゃったんだ。でもそこはとても明るい場所で、あんなに嫌がっていたのが嘘のようにほっとして部屋を出ようとしたんだ。その時さ、耳元で、しくじったかって声が聞こえて、目が覚めたら朝だった。それで皿を見たらさ、塩が
ぐちゃぐちゃに溶けてたんだ。あのまま右に行ってたら、俺、どうなってたんだろう。俺は、彼の質問に答えられなかった。はい、おしまい。彼は無事に退院できたんでしょうか。この彼は枕元に盛り塩を置いて寝たようですが、実は寝ている間、枕元に盛り塩を置くのは NG と言われています。睡眠時は意識が無防備な状態なのに、霊が盛り塩に引き寄せられるので、その影響を受けやすくなってしまうんですね。寝るときは別の場所に移動させた方がいいそうですよ。盛り塩って適当に塩を置けばいいというものでもないのです。置き方を間違うと下手に結界を張ってしまい、意図せず霊を閉じ込めてしまい、逆効果になることもあるようです。疲れた時は自然塩を入れた塩湯に浸かったり、直接塩で体を洗うと気持ちがいいですね。浄化作用があってすっきりしますよ。あ、くれぐれも傷口には使わないように、染みますからね。ではおやすみ花子。皆さんも良い悪夢を。